私は約30年にわたって経営コンサルタント、あるいは企業アドバイザー、仕事をしてきました。30年ということですから、ちょうど最初の15年は20世紀、後半の15年まさに21世紀ということなんですけれども、今日話したいテーマ、重要なことはこの20世紀の後半、そしてこの21世紀の前半にかけて、大きな変化が起きた。でその変化に対して、特に私の専門は企業なんですが、企業の組織あるいは個人っていうのはなぜ簡単に対応することができないのか、なぜ変化は難しいのかということで、チェンジ、変化をテーマに少しお話をしたいというふうに思います。最初に今起きたその世界の経済構造、あるいは社会の構造、結果として企業の経営環境がどう変化したのかと、何が変化したのかということを少しお話をしたいというふうに思います。3つ書いてあります。1個目グローバライゼーション、2個目マーケタリゼーション、3個目デジタライゼーション。重要なことは、この後ご説明しますけれども、この3つの大きな変化というのが同時並行的にほぼ20世紀の最後、それこそ85年以降起きたということです。でこれが複合し合わさったことによって、非常に巨大な変革が今進行しているということです。まず1点目のグローバライゼーションですけれども、象徴的にはこれは1989年の確か11月9日、ベルリンの壁の崩壊というのがありました。その結果、戦後長く日本を含む、日米を先進国5億人の経済クラブ、この安定した先進国経済っていうのがまさにグローバル経済、ほとんど全てだったわけです。そこに一気に20億、そして40億という新たな市場が加わった。でその市場っていうのは均質な市場ではなくて、非常に変化の激しいダイナミックな市場が誕生した。また新たな競合プレイヤーも台頭した。当然企業の戦略、そして企業の組織っていうのも劇的な変化というのが要求されたわけです。から2番目のマーケタイゼーションというのは、要は資本市場の拡大です。これも急膨張しました。今や1日の例えば為替取引額っていうのは多い時には5兆ドル、すなわち600兆円。これは日本が1年間に活動した成果としての GDP を超える数字が1日で取引されている。ここまで市場が巨大化したということです。したがってかつては金融というのは経済、あるいは実体経済を支える血流であるとか、インフラの役割だったわけです。ところが今や金融経済が変動すると実体経済が振り回される。すなわち犬で言えば尻尾が胴体を振り回すような状況になってしまった。経営という観点からいけば、結局金融の危機が実体経済の危機に波及する。我々は最近リーマンショックっていうのを経験したばかりですけれども、そうするとこれだけ変動がある、危機が頻発する経済、あるいは市場にどう対応するかということが大きなテーマになっています。それから市場という意味においては、特に企業にとってみると、ここ10年15年で重要になったのは、やはり株式市場、株式市場の影響が非常に高まった、あるいは株主価値経営っていうのが浸透してきたということです。私が駆け出しのコンサルタントだった頃、それこそ80年代の後半とか90年、株価を気にしているとか株主価値経営を標榜しているような経営者っていうのはほとんどいませんでした。今は株主なんか関係ないっていう発言を上場企業のトップがしたら、大変なペナルティをマーケットから受けるということで、こうした株主価値経営というものが浸透してきたのもこの10年15年から、もう一つ資本市場のインパクトで大きいのは、結局市場において企業の値段がつく、事業の値段がつく、その結果 M&A、 要するに事業や企業の売買ということが盛んに活発になったわけです。これもかつては少なくとも日本においては非常等的な手段であったものが、今日これはもう常等手段であり、これを否定する経営者もいなくなった。当然それは企業の経営の在り方、そして経営能力においても新たなチャレンジを突きつけたことも言うまでもありません。それから3つ目がデジタライゼーションで、これは説明する必要もないと思います。例えばパソコンが生まれたのは80年代の半ば、マッキントッシュが出たのは84年、マイクロソフトが Windows を出したのは85年、90年代になるとインターネットが台頭してきます。ネットスケープが生まれたのが95年、Google が誕生したのは1998年、そして2000年以降 IMT2000 と言われるぐらいですから、 3G のネットワーク、ワイヤレスの世界が入ってきたのは2000年以降、そしてソーシャルということで Facebook が創業したのが2004年、85年から今日までこの圧縮された期間の中において、デジタライゼーション、インターネットやそれから IT の技術の革新というのは劇的に進んだわけです。これも言うまでもなく企業経営の在り方や企業の組織の在り方、ビジネスモデル、大きな変革を迫ったわけです。これだけ環境が変わったわけですから、企業もそして我々個人も変化をしなければいけないわけですけれども、実際にはなかなか変革することが難しい。企業の場合、組織の場合、変革できずに競争力を失っていく、こういうケースも多いわけです。なぜ組織の変革が難しいのか。まず1点目、ブレインストップ、すなわち思考停止、つまり変化を気づくことがない、あるいは場合によっては変化を無視してしまう、こういうことが特に組織においては起きえます。典型的なパターンを言うと、成功体験で、これは誰しもそうですが、成功すればその成功を守りたくなる。企業においてもそうです。成功している事業があれば、それにチャレンジしてくるもの、それに挑戦してくるものというのは、できれば排除したいし、から過小評価をすることもよくあります。例えば思い出すのは80年代、日本の自動車会社のトップは、韓国の自動車産業が日本の自動車産業にキャッチアップすることはないだろうと言ってました。あるいは90年代に通信会社のトップが、インターネットが実用に足るってことはないだろうと、こういう発言もしていました。このようにやはり過小評価をする傾向っていうのはあるわけです。ここに組織が関与すると問題が深刻化します。例えば当然成功している事業のトップっていうのは、その会社の中で取り立てて全社のトップ、影響力のあるポジションにつくわけです。そうするとその人の価値観、成功体験っていうのがその組織を支配するようになる。それがもしサラリーマン型の組織、官僚型の組織だとすると、誰もその人、上位者にチャレンジする人がいない。チャレンジしても報われないから。そうすると実は外で変化を気が付いていたとしても、それは意思決定者に届かない。結局組織的に内向きになり、思考停止になっている。こういう状況、こういうことに私は多く遭遇しました。1個目が気づかない、ブレインストップ。2個目がパスディペンデンスって書いてありますけれども、直訳をすれば経路依存性。これは人も組織も同じですけれども、自分が学んだこと、身につけた知識、技術で問題を解決する。当然そういうことになるわけです。ところが企業の場合はそれが問題になるわけです。こういうことわざがあります。あなたが持っている道具が金槌だとすると、全ての問題は釘に見える。あなたが持っている道具が金槌だとすると、全ての問題は釘に見える。すなわちメカトロに長けてればやっぱりメカトロで解決をしようとする。ハードに長けていればハードの技術で解決をしようとする。ところが例えばアップルが iTunes と iPod で新しい音楽のサービスの提供に出てきたときに、そうしたメカトロやハードに長けた日本の電機メーカーっていうのはほとんど対応することができなかった。これはパスディペンデンス、要はスキルの欠落。こういう問題っていうのがやっぱり変化を気づいたとしてもできないという、こういう問題に遭遇するわけです。3番目に書いてあるのはコンプレクシティ。言ってみればしがらみです。特に成功している事業であればあるほど、そこにおいては利益共同体的な性格を帯びます。それは川上のサプライヤーから川下の流通販売まで含めて利益共同体になってくると。そうすると自社が大きくビジネスモデルを転換したい。でもそれは川上や川下の人たちにとってみると収益を失ってしまうということになるかもしれない。当然抵抗する。あるいはこちら側も配慮する。結果的に調整コスト、調整の時間が膨大になって変化ができない。気づいてスキルがあったとしても変化に手間取ると。こういうことになります。業務も同様で、成功している業務であればあるほどそこにおいては作り込まれたプロセスがある。そこに新しい技術が出てきたとしても、その技術を自分だけが取り入れた場合、全体最適が崩れてしまう。これがコンプレクシティの罠なわけです。こうしたブレインストップ、パスディペンデンス、コンプレクシティっていうのはどの組織でも起きえるわけで、変化に気がつかない、気づいたとしてもその能力がない、能力があったとしても変わらない、いろんな罠がいろいろあるということです。じゃあどうすればいいのかということなんですけども、いわゆるコインの裏返し、簡単な答えを言えば、ブレインストップを排除するためには常に考える組織を作ればいいと。具体的にはよく言われる開かれた組織、オープンな組織、外との交流がある組織、そしてより重要なことは社内の体質としてチャレンジする、そうした体質というのを社内に作っていくと。ジョブズがアップルの企業体質説明するときに、アップルではベストアイデア should win と言ってます。誰が言ったからとか上位者が言ったかじゃなくて、一番いいアイデアを出したやつ、そのアイデアを取っていくという、こういう体質を作ったと。それがアップルの強さだというふうにジョブズは言っています。こうした組織、こうしたものを作れるか、こうした風土、こうしたものを作れるか、それが大きなテーマになります。それからパスディペンデンスを克服するためには、それは文字通り新しいスキルを学習すればいい。あるいは古いスキルをアンラーニングすればいい。しかしこれは実際にはなかなか難しい。まあ、経営という立場でいけば人を入れ替える、事業を入れ替える、こういうことをするということになるわけですけれども、大変に厳しい判断が求められる。それからコンプレクシティ、しがらみを突破するっていうのは、これはもうそうした利害関係者というものも巻き込んで、で強い意志を持って改革を進めていくしかないわけです。じゃあこれは誰がやるのかということになれば、言うまでもなくリーダーシップ、リーダーの仕事だということになるわけです。変革を示し、そして変革を進めていくのはリーダーの仕事になるわけですが、今日リーダーシップぐらい希少な資源はない、求められる資源はない、人材はないと。それはもう企業の現場においても教育の現場においてもリーダー育成っていうのがもう最大のテーマになっている。なぜか、それは変革の時代だからです。じゃあリーダーシップやリーダーの対語は何かといえば、あえて言えばマネージャーあるいはマネージメントということになります。ここでいうマネージャーっていうのは決められた枠組みの中においてきちんと成果を出す、大変に重要な役割です。ただ今申し上げたように変化の時代においてはこの枠組みを壊していくと、こういう力が必要であって、それはマネージャーの仕事ではなくリーダーの仕事になるということです。今日は TEDU 東京ということで東大に来てます。東京大学というのは紛れもなくあらゆる指標をとっても日本のリーディングユニバーシティであることは間違いないですし、アジアのリーディングユニバーシティであり世界有数のリーディングユニバーシティです。じゃあリーディングユニバーシティの東京大学がリーダーを生んでるのか、アカデミアの分野ではどうかと。卑近な例でいけばノーベル賞、プレゼンス東京大学強いのか、あるいはビジネスの分野でいったらビジネスアントレプレナー、ビジネスリーダー、プレゼンスは高いのか、必ずしもそうでもないということだと思います。考えてみれば東京大学は優秀なマネージャーを大量に育成してくるということにおいては非常に大きな貢献をしたわけです。ただ今突きつけられているのは、申し上げたように不足しているのはマネージャーではなくてリーダーなんです。成功している企業、大きくなっている企業には大量のマネージャーがいます。だけどわずかなリーダーしかいない。いかにリーダーを育成するかということが求められているということです。ただリーダーっていうのは当然個人です。ですから最後は個人の問題ということです。でリーダーのあるいはリーダーシップ、こうしたものの資質であるとか要件っていうのはいろいろともう書かれていると思います。ビジョナリーである、コミュニケーションのスキルが高い、カリスマ性がある、いろいろあると思います。その中でもし一つ最も大事なリーダーの資質をというふうに問われれば、これは決断をする力だと思います。決断というのは文字通り決めて立つ、こういう能力がリーダーに求められるんだと思います。ところが変革をするということは当然リスクを伴うわけです。で今うまくいっている事業を破壊するということになるかもしれない。でそういう意味においては決めて立つために必要なものは何かというと、最後に皆さんへのメッセージとして申し上げたいのはカレッジ、勇気だということです。皆さんの健闘を祈ります。